皆さんこんばんはバックガイバーの小部屋へようこそいつもご視聴いただきましてありがとうございます、えー、またはじめましての皆さんどうもありがとうございますどうぞよろしくお願いしますはいえー、本日のテーマは映画ですご紹介する中身はですね映画チラシ福袋のコーナーになりますはいえー、本日で第39回目えー、洋画の、えー、ラダンですねはい ララリルレロのラだ日本公開時のタイトルが「ラ」から始まる作品をいくつか持ってきました。はじ、いえー、めましての方に、ね、お伝えしますとこのコーナーはですね、まあ、コンセプトとしては映画館に、えー、例えばまあ行かれましてですねで、えー、次回どんな映画館映画が上映されるかなということで、まあ、チラシをご覧になりますね。 で、タイトルであったり、出演者であったり、あらすじであったり。まあ、それを、この画面上で、ちょっと味わっていただく、みたいな、そういうコーナーと思っていただけたらと思います。はい。で、日本公開時のタイトルが、ラですね。 はい。で、まあ、あの、ネタバレはね、基本ないようにします。えー、あらすじもそのチラシに載っている、程度。あとは私が見た作品見てない作品よりありますけども、えー、ちょっとそこにね、私なりの、えー、知ってる豆知識を添えられたらなっていう、まあ、そんなコーナーになります。はい。まあ、今日で一応39回目ということで、えー、いよいよ、えー、ラ行ですね。ラ行の中のラダン。ね、あとはもう、ラ行、そして、和と。 いうことで、えー、いよいよもうこの50音の洋画が一旦一通り終わるかなというとこなんですけどね。まあ、あの、最後まで言っていた、いたいなと思っております。えー、ダブルセブンシリーズのね、えー、方も、まあ、並行してちょっとできればなと思ってますけども、このコーナーもね、ありがたいかな、あの、リクエストをいただくことがいろいろありますので、ちょっとこれもね、置き去りにはできないので、同時進行でいこうかなと思っております。はい。ではね、えー、ラですよ。いきますね。 1>, はい、1枚目。はい。えー、まあ、有名作品いきなり来ましたけども、えー、シルベスター・スタロン、えー、主演ですね。ランボーですね。はい。第1作目になりますね。よろしくお願いしますね。はい。で、このランボーですけども、えー、まあ、そもそもタイトルはね、えー、ファーストブラッドっていうタイトルなんですよね。 で、それがその、英語圏以外の国、まあ、日本を含め、その他の国、えー、日本を含めたその他の国では、ランボーという名前で通ったんだけども、英語、英語圏の国では、ファーストブラッド。ファーストブラッドっていうのは、あの、こういう戦いの言葉で言うところの,の、先制攻撃っていう意味なんですよね。はい。で、ま、あこのランボーですけども、シリーズが続きますね。2、3、4、えー、今んところ5作目でしたっけ出たのかなと思いますけど、 まあ、この一作目だけはね、やっぱり、カラーが、その後とは大きく違うかなと思いますね。一、えー、作目、えー、で、あとは2以降はもう全然、こう、カラーが違う、かなと、えー。まあ、平たく言えば、そうですね、こう、よりこう、時代、時代、時代、えー 交渉とは言えないかな時代の、その、まあ、ベトナム戦争というね、ええー、まあ、言えば、まあ、負の歴史というかね、えー、その部分に、えー、遭遇してしまった人物の悲哀というところをしっかりこう、えー、入れ込んだ映画だと思うんですよね。その、単にドンパチとかそういうことじゃなくね。 だからこれね、このチラシもですね、ものすごくこうタクシーが、タクシーじゃないパトカーがいっぱい出てきたり、軍隊がとかね、そんな銃器がいっぱいっていう写真になってますけど、映画になってますけど、これはね、ちょっと本編とはちょっとかけ離れてますよね。だから、おそらくその、えー、宣伝と実際の映画の本質とのズレっていうところがここに描かれてるんじゃないかなと思うんですけどもね。はい。で、えー、っとね、あらすじがね、 まああのー、スタローンとってのね2つ目の、まあ、ある意味こうシンボリックなキャラクターになったロッキーの次にねなんですけどもあらすじがああんまこう載ってないんですよね一応ちらっとここにそれっぽいのがあるのは男の体に怒りが走ったその時戦いは始まっただが周りを取り囲むのは最新鋭の兵器に身を固めた1,000人の警官陸から空から男を追い詰める戦略機 男が持っているのは不屈の闘志と鍛え抜かれた肉体だけ。じわじわと迫り来る敵の群れに戦う野生が今静かに牙を剥き出し始めたということなんですけど、もうちょっとこれだけじゃねえさっぱりわかんないですよね。で、その、ここに書かれている通りの演出があるかっていうとね、やっぱちょっと違うと思うんですよね。もうちょっとその、よりリアリティのある感じだったイメージなんですよね。うん。 で、その、結局のところ、も、もうちょっと詳しく言えば、その、ランボーというね、まあ主人公ですよ。このシル、スタロン演じるランボー、ジョン・ランボーでしたかね、という男が、えー、ベトナム戦争をへ、まあ帰還して、まあその後こう、いろいろ、ね、フラッシュバックがあったり、えー、戦え、 国のために戦いに行ったはずなのに、えー、大変な、まあ就職もできないみたいな不、不遇な状態にある。で、自分の友人を訪ねてある街に、まあ行ったわけですね。で、そこで、えー、その友人はもう死んでることが分かり、で、街でうろうろしてたら、そこの、まあ保安官というか警察官にですね、お前目つきが悪いなと、お前問題を起こしそうだから、もうこの街から出てけ、みたいな、そういう、まあ言えば、突然の、 いちゃもんをつけられるわけですね。まあ、それにでも屈しないっていう状態態度を取り続けた結果、もうそことのこの全面戦争になっていってしまうっていう、まあ、そういう本当にこう、あの、うん、ベトナム帰還兵に対してのその、見られ方に、ん、うんっていうところのね、本当にこの悲しさを描いた作品だと思うんです。だそれが、あの、ランボ2ではね、もうガラッと話がね、こう、こう雰囲気が変わるんですよね。 それはそれでいいんですけど、あの、1と 2, 2以降はね、違うっていうのはね、思って見ていただけたらいいんじゃないでしょうかね。なので、2以降見てた人が 1, 1を見たらですね、この1作目を見たら、ちょっとびっくりするんじゃないですかね。その、カラーの違いにね。という、まあことですけどもね。まあ本当にあの、考えさせられる作品でもあるし、スタローンのー、このもう、演技、演技力であり、 えー、その戦闘シーンでありね、そこは堪能できる作品じゃないかなと思います。はい。えー、1作目は、えー、スタローンのランボーでした。はい。続きまして、2作目。えー、こちら。はい。これはね、ちょっとご存じない方も多いんじゃないかなと思います。この作品。ちょっと、色が、白飛びがすいません。えー、っとですね、ランダム。 存在の確率という作品なんですけど、これ、初めて聞かれる方も多いんじゃないでしょうかね。私もたまたま、これは、あのー、それこそレンタル、今であればレンタル DVD 屋さんでですね、たまたま見つけて、で、まあ借りたんですよね。借りてみたところ面白かったですね。うん。あの、有名スターが出てるってことは確かないんですけど、 2013年ですかね、作品で。時間も88分ということで非常に短いんですけど、えー、あなたの脳はついて来られるかということですね。これとどういう意味かという話なんですけど、まさにこの見てる人がですね、頭がこんが、こんがらがっていかないかどうかを試されるような映画だったんですけど、えー、っとですねこ、あらすじがこうなんですけどね。これ、今行いけますかね。はい。えー、っと、ミラー彗星が地球に最も接近する夜、M は、 恋人のケビンと、M、という M は恋人のケビンと友人のホームパーティーに訪れるすると突然停電で部屋が真っ暗になりパニックになる男女8人外の様子を見に行った M たちが目撃したのは全く同じ家に住む全く同じ自分たち別世界の自分たちが同じ空間に同時に存在するという驚愕の事実を目の当たりにすると いうことで、まあ、ああの、設定としては実はよくあるものかなと思わないでもないですが、その描かれ方は面白かったですね。つまりもう疑心暗鬼になっていき、で、一体自分は誰で、今目の前にいた人物は本当に自分が知ってる本人なのかとかね、どん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 ズレがズレを生むんですよね。はい。まあ、その、 まあ、存在の確率というタイも面白いなと思うんですけど、まあ、言えば、すべてはその、まあ、ここに書いてますけど、無作為というところなんだけど、その無作為という結果、その中に、ええー、一つですね、まあ、一つ真実が見えてくるんですけど、うん、あのー、ラストまで、なかなか、 止まることなく見る、見ること、見ることてた作品でしたね。はい。えー、これもね、ちょっと、あの、ぜひ探していただければと思います。はい。ランダムという作品ですね。うん。ぜひ、ご自身の、あの、頭に、こう、頭で挑戦してみてください。はい。どこまで、こう、無事についていけるかってことですね。はい。さて、続きまして、えー、ラーですね。はい、こちら。 はい。えー、これもね、もう何年前の映画でしょうかね。えー、ちょっとまた白飛びが、これで見えますかね。はい。よいしょ。はい。えー、ブルース・ウィルスのラストマン・スタンディングという作品ですね。はい。で、あの、これですね、えー、ここに書いてますけども、えっ、ー、と、黒澤明監督の傑作、用心棒がハリウッドで完全リメイクということなんです。つまり、 えー、あの、黒沢敏夫監督、そして三船敏郎さん主演のあの、用心棒を、えー、その昔、ね、えー、まあ、正式な許可を得ることなく作ったのがあの、荒野の用心棒だったわけですね。うん。で、それを、今回は正式に制作の許可を得て、えー、リメイクした。という作品になる。その主演が、まあ、ブルース・ルースなんですけど、はい。まあ、あの、 ストーリーはね、その、ほぼ、あの原、原点、用心棒をそのままなぞってる感じなんですけど、でもそこはそれやっぱアメリカですので、えー、その、拳銃というシーンであるということだったりですね。えー、そうですね。クリストファー・ウォーケンが出てくるんですけど、それはまた良かったですね。はい。で、あらすじがですね、ここですね。えー、アイルランドとイタリア、二つのマフィアの権力闘争が続き、すっかり腐敗した町、ジェリコに、ある日男がたどり着く。 その男、スミスは用心棒として雇われるが、本当の目的は二つのマフィアを戦わせ、壊滅させることだった。果たしてスミスの策略は、最後に生き残るのは一体誰なのかっていうことでですね。あの、この時のブルースェルス、好きですね。かっこよかったですね。うん、作品として工業的に当たったかどうかまでは記憶してませんけど、あの、よかったと思います。 でクリストファー・ウォーケンのやっぱこうちょっとこう切れたようなあ演技っていうのも好きですしねうんはいねぜひねまあある意味こう3作品見比べられてもいいんじゃないでしょうかえー「用心棒」そして「荒野の用心棒」そしてこの「ラストマンスタンディング」ですねはいぜひちょっとご覧になってみてください白飛びがうまくいきませんねこんなもんですかねはいという作品ですねうん続きまして えーっとね、なんだったかなラ、あ、これですね。はい、えー、ランキリュータービュランスっていう作品ですね。これはね、面白かったですね。もう父とももう、うこう、ウキャキャキャ言いながらね、展開に、えー、楽しんで見,見た記憶がありますけどもね。テレビ放映するたびにも、あの、楽しく見させてもらった作品ですね。えー 完成党は残されたシチュアーデスに全てを託した。何のことかっていうとですね。まあ、要は、凶悪犯が乗,乗ってる飛行機があるとですね。その飛行機があることがきっかけで、まあ、ちょっとこう、墜落の危機に陥った。で、最終的にはその命運はシチュアーデスに託された。みたいな、まあ、そんな話なんですけど、えー、殺人鬼の役がね、レイリオッターなんですよね。レイリオッター写真あるのかなああ、こちらっとだけありますね。あのー、えー、グッドフェローズとかね、 えー、あと、フィールドオブドリームスで、えー、チラっとね、ちら,ちらっと言えば最後に出てくるかな。えー、本当にいい役者さんだったんですけどね。もう本当に若くで亡くなってしまいましたけどもね。はい。で、えー、あらすじはですね、こういった見えますかいけますかね。はい。えー、クリスマスイブの夜。 わずかな乗客とニューヨークからロサンゼルスに二人の凶悪殺人犯を護送する4名の刑事を乗せたコン,コンチネンタル空港47便は静かに離陸した。しかし、護送チームの一瞬の隙を突き、高度1万メートルの上空で壮絶な銃撃戦が発生。47便はハイジャックされてしまった。ジャンプボッキーに残されたのはスチュアーデスのテリー・ハロラン。えー、ですね。 ジム・キャリーの妻って書いてますね。と、残忍なシリアルキラー、ライアン・ウィーバー。ね。レイリオータですね。と、二人だけ。自分を捕まえた刑事への腹いせに、ジャンボ機をロサンゼルスのど真ん中に墜落させると宣言するライアン。パイロット不在のジャンボ機に襲いかかるランキわずかな着陸の可能性に生きる執念年を見せる、え、年をかけるテリー。無線更新によってテリーをサポートする管制等スタッフ。ビル群への激突の恐怖の中。 ジャンボ機は視界不良のロサンゼルス国際空港への着陸体制に入ったっていう作品ですね。ここで読むだけでもね、展開面白いと思いますけどね。あとこのチラシ面白いのはここにフライトレコーダーっていうのがずっとね、あったりするんですけど、これちょっとやめときますね。これ読んじゃうと面白くないんでね。うん。あの、こういうフライトパニックっていう映画っていうのは一時期また復活したんですよね。えー、1970年代中盤頃に、 あ、まあ、そもそも第一作は1970年の大空港っていうね、作品だったんですよ。バートランカスター、ディーン・マーチン、ジャクリン・ビセット、えー、それからジンセバーグが出たんですけど、ジョージ・ケネディとかね。でそこからエアポートシリーズというのが始まって、いえばまあ、パニックものなんですよね。えー、エアポート75、で、77?79?81? 十、え、一、ー、だったかなずっと続きます。もう、いえばまあ、50年代、60年代のスターをもう、創出演みたいな作品でね。 アランドロンが出たり、ジャック・レモンが出たり、ジェームス・シュワードが出たり、チャールド・ヘストンが出たり、まあしたんですけど、で、そこからしばらくして、この、これ何年頃、90、90何年だと思うんですけど、この頃に、まあ、コーンエアとか、この作品だったり、で、あとは、あの、ビデオ、ビデオ、ビデオ、なんていうんですかね、えー、ビデオオンリーというか、えー、劇場スルーというんですかね、あの、いう作品でも多かったんですよね。うん やっぱこう限られた空間っていうのは面白さがやっぱあるんですよね。うん。はい。えランキリュタービュランスという作品ですね。ぜひこれもね、ちょっとご覧になってみてください。楽しめると思いますね。まあ、こういうのはやっぱり映画館で見た方がいいのかもしれませんね。特にね。はい。まあ、映画館っていうのは、やっぱ没入感がいいですからね。さあ、えーっと、次が、これ最後かな最後ですね。はい、こちらです。はい。 これはどうなんでしょうあの、当然劇場で公開されたんですけど、としたら知らない方も多いんじゃないでしょうかね。えー、ケビン・コスナー主演のラストミッションという作品なんですね。はい。まあ、あのー、CIA のエージェントなんですよ。ところがまあ、いろいろ事情があってっていう話なんですけど、うん、まあ、ケビン・コスナーがね、もう立ち居振る舞い、その、ケビン・コスナーが立ってるだけでものすごく絵になる。 かっこいい作品です。これは。うん。その印象ものすごく強くて。えー、ボディーガードでもね、えー、フランクという役をしましたけど、その時とはまた違う、まあ言えば老齢になった渋みというか、あかっこいいですね。うん。で、えー、これがね、えっと、職業スパイって書いてますね。で、弱点、16歳の娘。まあこのコピー時点でもなんかもう、んちょっとなんかコメディチックなのと思うんですけどね。 でも単にそれだけじゃないんですよね。しっかりね、アクションですよ。余命3ヶ月、家族との時間を取り戻すために引退を決意した CIA 特殊工作員。彼に課せられた最高に厄介な最後の任務とはっていうね。うん、まあ。かっこいいですね。本当にね、もう。まあ、ケビンコースなんて・コスナーってあの、私の中では、 えー、やっぱり1940年代50、まあですかね活躍でまあ5060もそうなんですけどあの、やっぱりゲイリー・クーパーと被るんですよねケビン・コスナーってだからそここう、すごくこう、絵になるねうんまああのアンタッチブルの時というよりはね当然年齢はあの、召されてるわけですけどねかっこいいですよそしてこの共演がねあの、アンバー・ハードさんでねはい、えー、ジョニー・デップといろいろありましたけどもねはい。 で、監督がチャーリーズエンジェルのマック・ジーさん。そして、えー、脚本がリュック・ベストンなんでね。なるほどっていう感じはあるかもしれませんね。さて、えー、あらすじはですね、余、え、命、ー、わずかと宣告されたベテラン CIA エージェントの E さんは、残された人生を別れた家族と過ごそうとパリに行く。しかし、空白の時間はなかなか埋めることができず、思春期の娘、ゾーイとの溝は深まるばかり。そんな中、女エージェントのビビ、 が、病に効く試験薬を餌に、検疫最後の仕事を持ちかけてくる。それは、凶悪で冷徹なテロリストを仕留めなければいけないという、史上最高に危険な仕事だった。果たして彼は、世界の危機を防ぎながら、娘の信頼を勝ち取るという、同時進行不可能な究極のラストミッションを遂行することができるのかって、ね。まあ、このあたりがね、まあ、ある意味、このや、映画の、この、 展開の面白さっていうところにはなるのかなと思うんですけどもね。うん。で、やっぱりこの、リュック・ベストンという方の脚本なんで、こういう、まあ言えば小さい女の子というかね、が絡むのは、そこはもう、ある意味、お家芸なのかなと思いますけどもね。うーん。まあ、私服だったりね、スーツ姿だったりね、ケビン・コスのやっぱかっこいいですよ。うん。本当にかっこいい。で、あの、吹き替え版もね、 あの、かっこいいので、ぜひご覧になってみてくださいね。はい。えー、ケビン・コスナー、ラスト・ミッションという作品ですね。まあ、ケビン・コスナー好きな作品は多いんですけど、うん、やっぱこの拳銃ものっていうか、それで言うと、やっぱりシルバラードっていう作品が好きなんですよね。うん、えー、ケビン・クライン、ケビン・コスナー、そして、えー、あの、あ名前が出なくなっちゃいました。あの方ね。<laughs> あれ、えー、スコット・グレン、そう。そして、えー、ダニー・グローバーですね。 その4人がね、かっこいいんですよ。音楽も最高。はい。というね、えー、本日はこの作品群ですね。まあ、5作ということでしたけれども、どの作品が心に残られたでしょうか。えー、よろしければまた、鑑賞の参考になさってください。はい。えー、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。また、チャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら、幸いです。 またコメントいつもありがとうございます。励みにさせていただいております。どうぞよろしくお願いします。あとショート動画やっております。こういったチラシ、パンフレット、そして特撮のフィギュア、ソフビー、ミニソフビー、指人形、カード等をご紹介しております。よろしければご覧になってください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。